てくれて嬉しかったな。ありがとう。ありがとうやてうん、撮っててよかったね。ちゃんと悔いなくみんなが推し活できてるようで何よりよかったわ。うん、撮ってくれてて、言ったこと実行できるように頑張ります。お、期待しております。そう、なんかみんなとさ、そのお話し会で話してすごいやっぱね、もういっぱいみんなとそれぞれにやっぱ思い出があるから、なんかもうこうやってね話せないのかと思ったらちょっと寂しかったんですけど、いやーでも、やばいやばい、充電ないのかやっちゃってた、ショールームすいませんね。そう、よいしょ、みんなそれぞれにすごい私は思い出があるから、一人一人の顔見てたらすごいいろんな思い出あるなーって思っちゃって、すごい寂しかった。寂しかったよ。みんながいっぱい伝えてくれたし、ひなになんか卒業発表自分はこう思ってるんだっていう、その一人一人の言葉が聞けてよかったです。今日も話して嬉しかったよ。ひなも嬉しかったよ。なんか卒業発表の次の日だからみんな話に来てくれるかなってちょっと思ったけど、そうね、ちゃんと伝わりました。ああ大好きな人も伝わった。もちろんみんなの愛をいっぱいね、もう来てくれるっていうことの時点でも愛だし、本当にいっぱい伝わりました。ありがとうやで。まずにはいられん。そうだよね、卒業発表をしたらね、逆にねますます会わなきゃみたいな気持ちで会いに来てくれてたのかな、みんな。話してきてよかった。誕生日も祝ってもらえてよかったね。お誕生日も、誕生日の人今日何人かいたの、おめでとうねみんな。そう、今日は前髪はストーンストーンタイプでやりました。Dさん結婚してありがとう。結婚、ちょっと鼻が出る。寒い、この部屋寒かった。私がさっき帰ってきたのがバレる。よいしょよいしょ、暖房つけてきた、まだ寒いですこの部屋。今日のスタイリングも好きる、好きすぎるか、好きすぎる、嬉しい。今日は最近ハマっている巻き方にしております。このナミンナミンナミンってやるやつにハマってるんですよ。ナミンナミンナミンってやりました。おばちゃん服おごろ、服はうちはやっと節分のやつあったんだ。昨日だったもんね、節分。私はちゃんとお願い事をしながら、あの方角をこう、ここがちょうど方角だったんで、こうやって抜きながら食べました。そう、無言で食べた、無言で。
もう何も喋らずに、そのただお願い事だけを頭の中に浮かべながら食べたので、きっとこの願いは叶うと信じておりますうん、え、ひなぷの幸せに祈ってきましたって。そう、一年に一度の節分にありがとうね。そりゃ嬉しい。うん、今日も可愛い声優で一時めそめそしているめそめそしているの。そう、でも今日のお話し会すごいね、めそめそしちゃう方も多くて、え、そうだよね、寂しいよねって思っちゃってそう、ではみんながそう涙ながらも、あの、私で言葉を伝えてくれて、すごい思いが、一人一人の思いが私の心に染みました。はい、そう、ありがとうねーってなったうん、今でもうるっとうるっと きちゃう。みんなメソメソしちゃうの、寂しいよね。そう、納得してない人いた、なんか納得してないっていうか寂しいみたいなそう卒業するって、いつかを卒業するって分かってるんだけど、でも寂しいんだみたいないう感じが多かったかな。うん、そうだよねって。うん、弟さんめっちゃ可愛い、ありがとう。いい、うんうんうん、そうね、喪失感、喪失感だ。時間湧かない、時間湧かない人もいたなんか全然時間湧いてなくてみたいな。そうだから、普通に笑顔で話す人もいたうん、そう、うんうんうん、私もまだ信じてないよ信じてないよね。そう、本当にだよって言っといたけど本当にだけどねって言っといたけど、うん、話し始めてから急に実感湧いた。やっぱね、そういう人も多かったの。なんかやっぱひなと話し始めたら急にボロボロ涙が出てきちゃう方結構多かったから、多分話し始めたら実感したしちゃうんだろうねって。すごい、うーんってなった今日の視界うん、結局昨日は寝れた、すごい寝れた昨日は、大丈夫。うん、めっちゃ寝た今日たまたま振り返りになったのが今日で、埋めすぎてよかった。それはね、私は言えないからさ、この日の公演で卒業発表するからこのお話し会来てねとか言えないからさ、お話し会はもう撮ってくれている人としか話せないから、どっちみちと思ってそう言えないから、そういうこと、そうそう、撮ってくれてる人と大切な時間を過ごすのが一番だと思ってるから、うん、うんうんうん、そう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 言えないからよかったよ。今日は会えてみんなにねえ、広島で会って話すとき大丈夫か、会って話すときも大丈夫だよ。
会いてもいいよ、うん、会いに来てくれることが嬉しいし、それがね私にとって一番嬉しいことです。はい、ダブルチャックもありがとう。うん、箱ティッシュ準備してほしい。私のお話し会の前に準備してもらっとこうか。じゃあ、うん、絶対に行くからねって。ありがとうね。ああ、すごい、ありがとうございました。クマも喜んでました。そりゃよかった。そう、うん、やっぱ楽しい思いだよね。最後までいっぱいみんなと、そう、一人一人と作っていきたいから、うん、いっぱい楽しい思い出作ろうね。うん、待っておるよ。うん、うん、声申し込んだ。うん、嬉しい。うん、会える時に会おう。無理なさらずね。うん、ね、そう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 、まあ無理してもいいか別に。うん、無理して会いに来てじゃ。うん、無理して会いに来てくれるといいよ。うん、後悔しちゃうからね、やっぱね。みんなが後悔しちゃうからね。少し無理してて会いに行く、そうした方がいいよ。そうそうそう、自分の言葉にひなちゃん笑ってくれるの、満たすね、お話聞いてくれる、言ってるからね。嬉しい。うん、私はみんなと会うだけで笑顔になれるから、もう、うん、本当にニコニコにさせてくれるよ、みんなは私を。発表する前から結構卒業しそうな、そう、雰囲気めっちゃ出してたんだけど、そう、でもなんかみんな覚悟してたんだけどみたいな。でもまだ言ってくれるってちょっと思っててってみんな言ってて、そうだよねってなったね今日は。うん、覚悟してたんだけど、でもまだ言ってくれるって思ってて、そうだよね。うん、当たり前じゃん。だって私みんなに後悔して終わってほしくないしね、あの時なんかもっとみたいな言うじゃん、よく。そういうこと思ってほしくないしと思って匂わせて生きてきましたけど、この1年間ぐらい。そう、うんうん、そう、ね、そうね、みんなね、なんとなく分かってたもんね。覚悟しつつもね、辛いよね、そうだよねってなった今日。そうそうそう、
ねえ、確かにそれだけ好きだったからねって、キュン何も好きだよ。覚悟してなかったわ。いい、つらい、覚悟してなかったか。よしよし、昨日泣きすぎて恥ずかしいです。なんかその涙の分だけひなのこと思ってくれてるんだろうなと思って嬉しかったよ、私は。うん、ひなちゃんが日常の一部になってた。ひなちゃんもうみんなが日常の一部だよ、いつだって。本当に日常っていうか、もう生活っていう感じの一部でした。本当に24時間みんなのことを考えて生きていた私は。うん、うん、ねえ、そうだね。みんなを泣かせるなんて罪な女だってきた。罪な女だった、ごめんごめんやん。うん、うん、そう、うん、お疲れ様、ありがとう。こちらこそありがとうね。何、ひなちゃんのこと考えてた？嬉しい、思っていて、ひなちゃんのことこれからも。ひなちゃんにとっていい傷だなと思うから止められないんだけど、でも寂しいね。そういう人多かったな今日。なんかひなちゃんの幸せを願うよっていう人すごい多かったから、みんな優しいなと思って。うんね、絶対に辛いのに、どんな時だってね、私を応援してくれて愛ですね、皆さんは。本当に愛だね。うんうん、感情ぐちゃぐちゃ。壊れないね、壊れちゃダメだよ。うんうん、そう、残り私のお話会は、あ、なんだ、何回あるんだ。うんうんうん、どうだ、お話し会が今日が2月の4日だから、18、3、23と24、25、20、うん、6日間あるんだ。6日間ということで。ね、これまでもう本当に数えきれないぐらいね、握手会時代からやっぱみんなとこういう一対一のやつやってるから、数えきれないぐらいの日程をやってきたけど、あと6日間しかないのかと思ってちょっとびっくりです、私は。はい、
ね、もうやね、もう終わる、もう終わってしまう。うん、今度久々に来るって嬉しい。久々の方も待ってますよ。やはり岩田ひなというアイドル人生にね、少しでもね関わった人はね、お待ちしておりますから。7年分のお話し会のメモ振り返るだけで丸1日かかった。振り返ってたの？そりゃかかる。そりゃかかるよ。こんなに沼ったの初めてだったからさ、引きずるぜ。沼ってくれてありがとうな。再販したら競争率やばそう。でも会いに来てくれると嬉しい。だがしかし、会いに来てくれたら嬉しいな。ね、こんなに女の子に飲まると思わなかった。嬉しい。ひなちゃん押しててよかったって最後までみんなが思ってくれるように、自慢の推しメンさんでいられるように頑張ろうと思っております。そう、やっぱ沼った相手がね、みなちゃんで、ね、よかったって思ってほしいからね、みんなには。私の話し会参加は3月3日がラスト？そうだよね、みんなそれぞれにラストがあると思うから、やっぱこの6回のうちのね1回もね、なんかやもうみんなのその人生に向いて最後だと思って、そうしっかり話していきたいね。みたいな感覚もする。オスメンの息聞こえとるの、それは確かに。まあ確かにな、戦ってきたことも多いからな、私たちはな。何倍でも足りん。本当だよね。だってさ、誰かと一日遊ぶっていう感じでさ、そう、ひなを応援してくれたファンの人と一人一人と遊ぶってなってもう足りないじゃん。一日かけても足りないじゃん、そんなのって感じじゃん。だからその話し会のね、何秒とかに足りないよねって感じ。感じなんだけど、そう、でもちゃんとみんなとは話したりなって思ってる。ちょっと一緒に卒業することになりましたね。そう言ってくれる人も多くてさ、ひなちゃんがもう自分の人生の中の最後の締めなんだよって、言ってくれる人も多くて、ってうー、最後の締めで選んでくれたのって、嬉しいっていう気持ち。
と、なんかありがとうっていう気持ちもあるんだけどね、うーってなってた。いつかまたアイドルしてくれてもいいよそういう方も多かったね。そうそう、芸能界にまた戻ったらまた打つからねっていう人も多いかと。そう、私はもう私がその時やりたいことをやろうって思ってるからそう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 、ね、一番自分のやりたいように生きる人生を送っていきたいと思っております、これからは。そうなので、わかんない、何かしらでみんなに会うイベントやってるかもしれないし、本当にね、見えないところで頑張ってるかもしれない本当に、やりたいことやって生きていきます。やはりそう、まだ何でも挑戦できる年だなって思ってるので、まあ年齢なんてそんな関係なくね、やりたいことやっていいと思うんですけど、人生そう、若くて羨ましいって面白いそう、まだ若いんでフフ健康第一ね、本当にそれはそう。今が一番若いからね、全員そうだよ、今が全員一番若い瞬間なので、皆さんも、はい、挑戦することを恐れず、日々夢に向かってやりたいことをやってください。息してるだけでも偉いから、何しても応援してるそう、でも私がなんかフリーターになることはないんだろうなって思う、やっぱり。人生においてね、やはりね、私は何かやらないと生きていけない人なんだなって思ったんで心が空っぽになるタイプなんで、私その何かやらないと、フリーターだけはちょっとならないと思うんですけどそうそうそう、まあ、でも分かんない分かんない、いつの間にかフリーターガチ勢してるかもしれないけどどういうことか、フリーターのガチ勢って何って感じそう意識高い系だから、やっぱりね、自分の人生は頑張れば頑張るほどいいと思っているしやりたいことがあればあるほどいいと思っているので、てか私なんかやりたいことの方がいっぱい浮かぶの、なんか頭の中にそうね、本当にポンポン浮かんでいくので、ポンポンやりたいことやってきます。本当にそうなの。私は多分ね、本当に一度
全てを諦めてしまったら本当に多分何も帰ってこれないところに行ってしまう人だと思うので、自分がなのでいつだって何かを頑張り続けていたいなと思いますワイトね、いつの間にかね、本当に結婚しようかもしれないけどね、そんな未来がまだ想像はできませんあれだけ SNS の処理やってたの、ピオちゃんがね、めっちゃなんか SNS 埋めてたしね。そう、やっぱなんかやってないとね左リップ見た見た、私今日その卒業発表したこととか、その自分の気持ちをメールのね、STU のモバイルメールに送ったんですけど、すごいみんなが、あったかいコメントをいっぱい返してくれてて、そのメールに嬉しかったよ、そうそうそう、ひねりぷしてってね、これからもそう、卒業後は SNS やんない、そう、卒業後はね一個やりたい SNS があって、それをもしかしたら続けると思います。はい、頭がバックしてて返しなかったゆっくりでいいよ、B リアルかな、 B リアル やらんごめん、それだけはやらん、はいそう、すまん、 B リアルだけはちょっと怖い、それだけは怖い、やはりネット社会にね、やっぱ顔をさらすっていうことだけでもやはり怖いのにさ、そんなリアルな瞬間をさらすの怖い、SNS あるの朗報すぎ。そう、いいよーって言われたらやるけど、いいよーって言われなかったらやらないそうそう、まだ聞きに行ってないから、運営さんにね、そうそう、ひなちゃんの偽物ひなちゃんの偽物が現れたらみんな排除しといてください。ひなちゃんは絶対髪の毛を染めるので、あの黒髪のひなちゃんの写真だったら大体偽物だと思ってください。あれ、黒髪のひなちゃんだ、偽物って思ってください。はいそう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 、髪の毛染めるんでよろしくお願いします、はいうん、他に見分け方ある。なのな、でもまだ言えないな。まだ言えないけど。そうそうそう。
しばらく遊べてるから私。うん、偽物を染めてるの使うということなんで染めとる偽物とるあれか加工でってことねえ、 AI に作らせるのかな。うん、怖い怖い怖いね。加工できるからか怖いね。うん、何色に染めるかはないしょ、ないしょ。ないしょでーす。みちゅにもさ、そう卒業発表し終わった後 LINE でさ、SNS やるの？って聞かれて、やろうと思ってるよって言ったら、ピオの配給があるの助かるって言ってね、オタク、オタクみたいなこと言ってる。配給助かる。みちゅのためにやらなきゃ。あ、そうだね、みちゅがフォローしてたら本物ってことでよろしくお願いします。はい、配給で生きていきます。たまーになっちゃうと思うけど、今みたいに3日に1回インスタ更新とか絶対更新するとかそういう決まりは多分つけずにやると思うけど。ご飯しか投稿しなかったりするかもしれないけど、ひなちゃんが見たいのにご飯しか投稿されんこのアカウントみたいになったらごめん。推しが食べてるものだけでも助かる。何でも配給になってた。だってさ、その一般層に一般層オタク用すぎる一般人になったらさ、もう特に載せることないわけよ。ねえ、僕にどうすることなさすぎて、食べ物ばっかりなっちゃいそうでね、ごめんねって。たまに自撮り撮るね、頑張って頑張って、たまにさ自撮り撮るわ。おたかつアイドルの現場に行ってきたもって
ライブ見てきたもんって投稿しようかな。じゃあね、オタクアカウントでも私が今推しているアイドルちゃん相互フォロワーになってるからな、なんかちょっと強いオタクになってるからな、ちょっと行きづらいんだよだがティフとかには行きたいオタク、うん、ティフ行きたい、うん、そうそうそう、うんうんうん、そうそうそう、マウントマウント、ね、嫉妬されちゃうよ。てかもう、あい、なんかもうオタク歴よりも全然アイドル歴の方が長くて、その、そっち、オタクになれないかも。アイドルに会いに行って、アイドルみたいな対応して帰っちゃいそう、私。特典会とか行くじゃん、わーみたいな、わーみたいな、やっちゃいそう、アイドルに対してお疲れ様ですみたいな、すごい今日の声良くて裏で見てたんですけど、ほんと一番楽しかったですみたいな、ツーショットとかの撮影の場合はまず最初にポーズ、あ、じゃあハートでお願いしますって言ってその後に話す、ハキ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 オタクそう、面白すぎてる、うん、思い出せないオタクだった自分がハキハキオタクしてる、うん、うん、ね、そうそう、秒数も正確に話せるしなんかさ、私秒数を正確に話せるっていう謎の特技があるんですよ。なんかこれが身についたのは、あのよく CM とかで、 CM とかなんかこのコメント撮りみたいなするときあるじゃないですか。YouTube 用なのか、なんかその X 用とかでコメント撮りみたいなのあって、そのときに何秒に抑えてくださいみたいな、何秒ぐらいのセリフを言ってくださいとか、そう、声だけの仕事とかもね、何秒のやつ言ってくださいって言われて、その秒数ぴったりに私喋れるの、なんですか、すごくないこれ、なんかなんか大体わかるの感覚で、あ、今こんぐらい喋ったら15秒だなみたいな、今こんぐらい喋ったら30秒だなみたいな超正確なの、やばいよ、めっちゃ褒められるそれで、私、うん、完璧やんって、そう、うんうん、アナウンサーいける、マジか、アナウンサーやろうか、うん、そう、なんかわかるんだよね、体感でわかるもうコツとかない、なんか体感、そうそうなんだよね、そう、いや、そう、頭に時を埋め込められてる多分うんうんうん、例えばこう朝のボイス、なんかあれじゃん、おはようボイスみたいなやつ、だいたいこれが15秒でみたいな言われたら15秒ぴったりになんか喋れるんだよ、適当に喋ってもえって感じそう、これでは特技なんで
なんで私は多分特典会とか言っても多分15秒ぴったりに喋れます。剥がしのお世話にならん。なんとかで、なんとかです。はい、それなんとかだったんですよ。はい、ありがとうございました。きっかりきっかりだこの人。仕事させない話の人に仕事させない。毎回話を知らせて時間計らなくなる。この人時間きっかりの人来た。面白すぎる。オンラインはね、5秒前からだけどね、いつも。いや、違う、5秒、5秒前じゃない。オンラインは全部の時間見えてるからね。そう。だから、もうこの会話間に合わないなって気づいてるんだけど言えないじゃん。だからいつも、あーって言ってる。ね。言えなくて。この会話もう間に合わないよとか言えない途中で。そんな悲しいこと言えない。話してて気づくんだけど、あ、やばい、この会話間に合わん、もう気づくんだけど。そう、言えないね。うん、みんなからは多分5秒前だよね。ね、そういつも思ってるの。気づいててごめん。気づいてるけど言わなくてごめん。だって一生懸命話してるから言えない。うんって聞いてる。多分相槌ちょっと早くなってる。私時間やばいと思ったら相槌早くしてるから。そう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 。ねえ、あ、私気になって。いや、大丈夫、大抵の人はね大丈夫なの。うん、そう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 。ただその枚数よりもちょっと話すこと多かったなっていう感じの人はやっぱり、あーってなっちゃうから、いつも。ってなって。そうそうそう。ね。そうみんなが頑張って話してくれるのは嬉しいです、私は。途中で消えても、あの、なんとなく理解できるじゃん。そう、大体みんなが途中最後に思い出す言葉でよく切れるのが、あの3月3日みたいな。プゾみたいな、あの3月3日プゾみたいなこと多いんだけど、みんな、あ、会いに行くよって言いたかったんだろうなみたいなのがすっごい多いんだけど、みんなよく本当に。でも、もうそれで理解して、あ、来てくれるんだ、嬉しいなって心の中で思っております。はい。
で次の人行ってますんで、そう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 。そうちゃんと届いてる。うん、間に合ってない。言えなかったって思っても、なんかなんとなくそのちょっと言えた分で私は想像膨らませて、あのあって思ってるからね、ちゃんと届いてるの。うん、そうそうそう。だからあの綺麗に終わることが全てじゃない。うん、届けることが大事って思います。はい、超察すんで私。うん、ああのことだなって。うんうん、そう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 。なんであの全然切れてもね、あ切れちゃったーってその思わずにね、あひなちゃん察してくれてるな今って思っててくださいそう、あここまで言ったからまあひなちゃん察してくれてるわ。うん、そう思ってくれると、はい、私察してるんでちゃんと。うん、大丈夫です。うんうん、そうそうそう。途切れて分からなかったこと逆に何かな。うーん、なんだろうな。うーん、ねえ、なんだろうな。みんなが途切れちゃうこと、でも大体させるけどな私。うん、ね、あとそういうので消えたら分からんそれは分からんあとそういうので消えたらさすがに分からんか。うん、うんうんうん、そう、答え合わせしたいと思わない。え、あのね、なんか質問系で言われて、それで私が答えれなかったみたいな、その時間があれで答えれなかったみたいな時は、え、ごめんってなってる。うん、え、ごめんみたいな、いやーんってなってる、いつも。でも一応走ってる。もうなんか電波の環境のズレでさ、もしかしたら私の声聞こえてるかもしれないと思って、一応その答えてるんだけど多分消えてるだろうなって思ってる。うん、そうね、疑問系にね答えれなかった時はちょっとあのごめんって感じいつも。うん、一応言ってるんだけどね、そうそうそう、なんとかだよーって早い、早口で言うたじゃん、なんとかだよーって早口で言ってます、一応。うん、うんうん、次の人に影響出ないよ。次の人までね、いつもね5、4、3、2、1、次の人だから、ね、大丈夫そう、だからなんとかだよーって言ってもまだ1秒ぐらいしか経ってない大丈夫です。そうそうそう、うん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 、お次の人誰が来るかも分かるよ、ちゃんと見えてる、ね、次の人誰が来るかと、その5、4みたいなのが出てきていつも次の人だからね。うん、うんうん、だからたまにさ名前になんかこのショールームのアットマークみたいな感じでつけて、なんか文章つけてくれる人とかいたら、その5、4ってなってる間に読んでる。うんうんうんそうそう、文章読んでる。うん、ほうほうほう、うんね、そんな方法がある実は
あと3年早く知りたかった情報ごめん。そうでも名前そう文字数制限あるから、うん、多分伝えれること少ないんだと思う。めっちゃうんそうあのなんかほんとこんにちはぐらいしか多分伝えられる。そうほんとにほんとにちょっとしか打てないからうん言った方が早い。言った方が早いまである。どうせあるんだからね、言って伝えてもらってね、構わないでございます。はい、そうでしょ。そうでもなんかこういう話するんだなみたいな準備ができるぐらい私はそうあこういう話するんだって思うぐらい。そう例えばなんとか言ったみたいななんとかありがとうなんか今日誕生日みたいなあこういう話するんだみたいなぐらい、ちょっと私のこういう話するんだ心の準備みたいなぐらいぐらい、うん、次回予告うん、フルネームフルネームでわかるよ。うん、そうそう、何回かフルネームで来たことある人はフルネームわかるの私。うんうん。揺らさないとかったら怖い。何の話されるんだろうって思う。うん。え、何っていう、普通に。え、何許してって。言ってると思う。うん。うんうん。やばい、もう1時間経ってる。怖っ。はい、ちょっとなんか、みんなと楽しく話してたらあっという間だったのですが、私はこれから、パッキングというものをしないといけなく、はい、大変ね、忙しいのでね、終わりたいと思います。はい、本日もありがとうございました。配信見てくださって、うんうん、よいしょ、うん、また会いましょうね。あーパッキング大変だよ。何着ていこうか全然決めてないからね、もうね、もうね頑張るわパッキング。うん、皆さんももう予定はないか、さすがに夜だし、まあでも夜からお仕事の人もいるか、なんかあれば頑張ってください。はい、うん、お話し会終わりにありがとうね。お話し会終わりにね、今日話した人も今日話せんかった人も話してよかったでございます。うん、ありがとうね。ではランキング読むよ。13位、2114さん、2114さんのことが好きなさん。12位、はなちゃん、はなちゃんのことが好きなさん。11位、1文字3文字、卒業おめでとう。ありがとう。じずきさん、今日はありがとう。356日結婚感情。65日じゃないんかい。なんで？なんで？うん。キュイドリンさん、最後までかわいひなちゃん届けることが使命な。使命を全うしてくれてると嬉しいでございます。8位、横綱さん、横綱さんのことが好きです。
え、なに、さむきさん、気持ちはリップしたよ、見てね。卒業後 SNS は出す。おー、いえいえ、こちらこそ。見るよ、もう、うん、みんなの見てる、うん、ちゃんと見てる。そう、みんな結構ね、長文で送ってくれてね、本当にいっぱいあったかいメッセージがあって、嬉しい限りです。6位、モアイさん、モアイさんのことが好きなさん。恋のぶるちゃん、卒業まで全力で応援するよね。え、そう、最後まで応援よろしくお願いいたします。いやいや、おばちゃん、願い一つ、皆さんとまる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 、今日も会えてよかったよ、ありがとうね。サイン、ゆてぃさん、やっぱりひなちゃんはピンクが一番似合う、かっこ文字数制限、いや、似合っているし、めちゃめちゃ可愛いし、もう一番大好きっていうことを言いたいんだよね、つまり。ありがとう。うん。させるから、ひななんでも。やっぱり。うん。させるから。うん。安心して。ね、ポンタさん。ポンタさんのことが好きなさ。そして1位なぁ。トロロロロ、パパーン。ホテル&坂道グループイコール被害さん。ホテルの歴代キャラ大集合。あ、かっこよそう。なんだろう。あ、で終わったらわからない。でも楽しみにしてますね。うん。歴代キャラ、なんだろうな。どんなメンバーが来るかな。うん。サスライドルさす。させるさせる、大丈夫大丈夫。うん。ちょっと、あはわからんかったけど。はい、ということで、本日もね、スペシャルユートコメントありがとうございました。あ、昨日くださったたまの お礼はですね、今日ちょっとお話会だったので、一日中でみんなとお話ししてたもんでね、まだお礼書けてないんで、また書きます。はい、すいません。ちょっとパッキングして、やるパッキングするっていうことは、つまりなんかどっか行くってことなのに、ちょっとまたお礼言うタイミングちょっと遅くなっちゃうんですけど、それも許してください。はい。ごめんやで。あ、いつでも OK ということで、優しいみんなでよかったです。はい、気をつけてね、みんなもお過ごしくださいね、日々をね。はい、ではまた会いましょう。パッキング頑張っていて、ありがとう、頑張るね。なんか本当に忘れ物だけは気をつけて。やっぱなんかちょっとね、気抜けてったらね、すぐ忘れ物するから、私ね。ではでは、あつぴよー、バイバーイ。うんうん、また話そうね、みんな会えるときに。そう、いっぱいみんなに感謝の気持ちと好きを伝えたいんでね。